やってまいりましたナナミンのカタルームのコーナーです <laughs> リバーブ忘れちゃったよ最近やるんだなこれこのコーナーでは私ナナミンことナナミゆきが大好きな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 カンヨコさんの曲を1曲セレクトしていくコーナーですイエイそしてこのコーナーの最終目的は いつか菅野陽子さんをゲストに呼ぶこととはは目的としてていいいまますす、はい、今日もやっていきますよ,あ菅のよこさん大好きですよ本当にマジで愛してる愛されるよりも愛したいマジではい <laughs> ではやっていきたいと思いますあのまずメール届いてますいつもこの時間にメールくれますありがとうございますサンドカフェ13時台といえばバイ自転車移動かっこかりさんありがとうございます こんにちは今週も脇ルームちげえわ唇ルームちげえわ肩ルーム楽しみにしています先週はまやちゃんのあちこちの特典について触れてましたけどあのインフェスの映像ついてくるんですね菅野陽子さんが前日にインフルエンザ発覚当日欠席 <laughs> ねえそうですよね 「プラチナの見つけたいな」のところで「菅野陽子ふざけんなよ菅野陽子を大事にね」とコールレスポンスしたやつああいうのは真やちゃんにしかできないといただきましたけどそうあの犬フェスっていうでっかいねイベントがあったんだけどなんと菅野陽子さんインフルエンザで欠席したというねいやーあれですよね菅野陽子ファンマジでこのイベント参加してたら絶望ですよね 私もこの時はあのいけてないんですけれどもあれですよ私がプルシェンコの <laughs> もうこれ何回か話に出してるけど <laughs> プルシェンコ様のアイススケートのチケット買ったのにプルシェンコ来なかったのと同じ絶望感ですよね <laughs> 本当にわ <laughs> かりますはいでもね映像特典ねまやちゃん本当にあの菅野洋子さんの曲ねいっぱい歌ってるんでぜひ 楽しみにしていただけたらと思います。で、今日紹介させていただくのはこちら、キオラ夏美さんの曲を、えー、今日はご紹介させていただこうと思います。で、えー、こちらの曲はですね、あのキオラさんのファーストアルバム「く、えー、十九色」というアルバムがあるんですけれども、えー、そちらのアルバムの中で「勘のようこ」 プロデュース作曲した曲があるんですね「あのねでもね」という曲なんですけれども、えー、この曲は菅野祐子さんが作曲をして清浦さんが作詞をしたという曲となっております2010年に発売された曲なんですけれどもなんかこの曲の歌詞は「小悪魔的な女の子」っていうテーマらしいです。 菅野ヨ子さんがね言いこいぶらないで何でもいいから毎日書いて送ってきてって言ったらしいんですけれども結構この曲を <laughs> の歌詞書く時に何かマイナス思考になっちゃったり何かテーマの意味があんまりよく分かんなくて大変でしたと言われている一 <laughs> 曲となっておりますが曲はもうめちゃくちゃ素敵な曲となっているので早速聴いていただこうと思いますそれでは聴いてください。 こちら菅野陽子さんが作曲編曲しております、えー、清浦夏美さんであのねでもね清浦夏美さんであのねでもねお届けしましたかわいいねいいね言いたくない言いたくないああかわいい なんかいいっすね小悪魔小悪魔感がめっちゃ伝わりますねあとやっぱあのこのね菅野瑤子さんの曲のなんか間の取り方やっぱ絶妙ですよね好きあ菅野瑤子さんこういう曲あるわ来たわ <laughs> って感じがしましたはいやっぱねいろんなアニソンっぽいのも好きなんですけれども こういういい曲もすごいよねでも菅野陽子衆がすごい漂ってる感じで私はめっちゃ好きだなと思っておりますかわい,いよねうんんかやっぱ菅野陽子さんが全部こう歌詞を作る曲もあるんですけれどもこうアーティストさんによって色がまた変わるのであの面白いなと思いましたなんか大元は菅野陽子さんの色ではあるんですけれどもその中でも それぞれぞにねアーティストさんの良さがやっぱ作詞が違うことによって加わるなぁと思わせていただいた一曲でございました、はい、清良夏美さん19色というえファーストアルバムの中に入っておりますあのねでもねを今日はお届けしました奈良美んのカタルーム来週もお楽しみに